さあどうぞよろしくお願いいたしますさあではまずここでスチール撮影の方に入らせていただきたいと思いますもうちょっと前の方によろしくお願いしますはいそちらのもう一歩前のそこのあそうですねいいですねさあよろしいでしょうか ですかね。はい、ありがとうございます。それではちょっと一旦また下がっていただきまして、えー、マイクの方お願いします。はい、マイクの方お願いします。ありがとうございます。では、えー、改めまして順番に自己紹介の方からよろしくお願いいたします。スイッチがありますよ。ヒップシリ職人こと、うんうん、クラモ中華です。よろしくお願い,いたします。もう一回行きましょう。う回行きましょう。はい、<laughs> ちょっとマイクが。 もう一回いきましょう。はい。オッケーす。ああ<ー>。うん、オッケー、オッケー。百センチのもっちりヒップ、尻職人こと倉持ゆかです。よろしくお願いいたします。お願いします。さあ、続きまして。はい。ええー、サイズは上から八十七、五十九、八十六の G カップ。高松こと高崎翔子と申します。よろしくお願いします。お願いします。さあ、続きまして。 グラビア界の美里先生、映画のことならお任せください。清水美里です。よろしくお願いします。お願いします。そして。はい、手のひらサイズの A カップ。グラビア界の絶対的エース、<laughs> 鈴木咲です。よろしくお願いします。A カップ胸張って言いましたね。はい、A カップです。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、えー、グラドル映画宣伝部の皆さんはですね、映画エキスペンダブル3の、えー、パトリック・ヒューズ監督。 だから直々にです、ね、じきじきに DVD の応援を要請、えー、応援するように要請されたそうですよね、なのであのしっかりと監督の依頼を、ね、裏切らないように期待を裏切らないように、はいえー、PR していただきたいんですけれども、言えますか、じゃか、ね、長めなんですよね、4人それぞれ一生懸命壁に向かって練習していましたからね、はい、この練習の成果、ロッキー、インディ・ジョーンズ、マッドマックス、ターミネーター、ブレイド、 デススペラーラーーー、ド、トンポタリンチなどたくさんの豪華なスターたちが勢ぞろいするエクスペンタブルズ3はとってもとってもお買い得ですそしてこの特にブルーレイのプレミアムエディションこちらにはです、ね、エクステンデッドカット版が収録されていますので劇場で見た方ももう1回楽しめるのでぜひぜひこちらもご覧くださいはい、よく言えましたさあ続きまして高橋はい、えー、工業収入ランキンキグ 初登場ナンバーワンエクスペンダブルズ3はごめんなさいエクスペンダブル, <laughs> ダブルシズブルシリーズはー歴代最大最高の大ヒットシリーズで今作はなんと最高傑作になっておりますさらにブルーレイにはプレ,ミアプレミアムエディション付きのと豪華アウターケース付きとポストカード付き ポストカード17枚入りと、うん、初回限定ね初回限定で、はい、えとあとプレースブックも、うんえー、封入されてますのでぜひファンの人にはゲットしてもらいたいたです <laughs>、はい、意味が伝わるから大丈夫でしょう。<laughs> さあ続きまして、はいえっと、今回はとにかく出演者がとっても豪華なんです、うんえっと、シルベスター・スタローンジェイソン・ステイサムアントニオ・バンデラスジェットリー,ウェ,リーウェズリー・スナップスドリルドルフ・ラングリン ドルフ・ラングレンメル・ギブソンメル・ギブソンハリソン・フォードアー,ノレアーノルド・シュワルツネッカーなどがいてとにかくもうこう言うだけで本当に豪華な面々なのでとてもワクワクします、はい、そして今回はなんとブルーレイの,のスペシャルエディションがなんと50分超えという重量級にそしてですねこちらはメイキング映像から始まりメイキング映像を ドキュメントそしてインタビュー貴重なインタビューの数々と削除シーンなどがとにかく盛りだくさんになっているので、はい、ぜひ皆さんに見ていただきたいですはいありがとうございますそしてさき、えー、ちゃんはい、はい、セルブルーレイの本編はえっ、ー、とマスターグレードビデオコーディングそして音声はドルビーアトモスを採用しております、うん、そしてそして最強夫人で送ります日本語の吹き替え音声も収録されていますエクスペンダブルズエクスペンダブルズス エクスペンダブルズ3ワールドミッションこちらの3本のブルーレイがセットになったトリロジーブルーレイセットが33 33本限定でリリースされます、はい、皆さんこちら本当にお得になってますのでぜひぜひお早めにゲットしてください。よろししくお願いします,お願いします ちょっと顔から安心感が出てますけど皆さん,ちゃんよやかったか <laughs> 安心しました <laughs> <laughs> 本当にみんなこれ言える言えないんじゃないかと思って楽屋でずっと練習して不安が満載でしたからねじゃあ今回の PR に関する意気込みをちょっと代表してお二方ほどじゃあモッチとはいはい。はい、そうなんですよ監督と直々にお会いしてはい。がっちり PR すると約束したのではい。グラドル映画宣伝部の意地にかけてがっちりとエクスペンタルズ3を 宣伝ししししたいいいいなと思ままますすす記事よろくおお願願私たち監督になぜかすごく気に入っていただいて次回作ちょっと読んでくださいよぐらいのことを言ったので皆さんにたくさん記事にしていただけるともしかしたら私たちが笑んでるかもしれないのであとですね「バイン動画や「グラドル」映画宣伝部のフェイスブックでも私たちつぶやいていたりとかそこでしか見れない映像も 流れていますのでぜひぜひ皆さんそちらもチェックしてくださいよろしくお願いしますグラドル映画宣伝部もよろしくお願いします